今回やってきたのはバンコクフアンゴムマーケット、ラプラオエリアにあるナイトマーケットです。たくさんのお店で賑わっていました。今日もたくさん食べていこうと思います。それではマイケンタイランドスタートです。サワディーカー、マイケンタイランドのまゆかです。今日はこちらのタラフアモン、フアモモマーケットにやってきました。こちらはバンコクのラプラオエリア、北の方のエリアにあって、今日は土曜日なのでたくさんのお店がやっているかなと思うので、早速中に入って食べていきたいと思います。それではレッツゴー。行こう行こう。はい、楽しい。もう雰囲気がいいわ。うん、ここはね、うん、夜の6時からなんよ、ね、あ、そうみたいね。で、今ちょうど6時ぐらいやから、まだお客さんが少ない時間かもしれん。じゃあ今のうちにいっぱい食べよう。うん、ちゃんとナイトマーケットやからさ、こういう服とかも売ってるわ、うん、靴下も売ってる。なんか買うもんない？ベルト欲しいけどな、売ってたらいいな。こういうマーケット来たらさ、うん、いらんもんも買っちゃいそうやな確かに、なんかいっぱい買いたくなる ね。なんか飲み物売ってる？ほんまやな、スモーティーや。買うの？昨日40月やで。ほんまや。なんか上にいっぱいテレビの会社かな、マークあるな。なんかお客さんおるしさ、いいとこどうじゃない？紹介されたんかな、あのテレビに。そうかもね。GMM と書いてる。GMM って芸能事務所じゃない？はい、そうかな、ね、ようわからんな。いいやん。買おうか。うん、買おう。何がいいかな。マムマン、ぬんげんおかん。たぶんね、5分かかるって。ほんと？むいてくれるのかな。おくんくん、マムマンパン、いいやん。ねえ、美味しそう。トロトロやで。おじちゃんがさっき剥いてくれてたで。バクバク。飲んでみよう。うん。いただきます。うん。トロトロ。よそ。うん。甘さ控えめや。めっちゃ美味しい。やばい、最高。甘い。すごい。いいやん。いいね。結構服もあんねんな。うん。なんか広々としてていいね。うん。駅から遠いからさ、うん、車がないと来られへんやんか。うん。だからそんなにお客さんもめちゃくちゃ多いわけじゃない。そうやな。店、日本風居酒屋。ほんまや。肉だけや。肉だけ。なんかご飯屋さん増えてきた。いいやん。ここら辺ご飯ゾーンじゃん。うん。行ってみよう。あ、大好きなサイクロークトーストある。食べる？食べたい。いいよ。おいしいな。青シシパン。あ？シシパン。あ、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 ゲット。これは何？サイクロクト、めっちゃ好き。ブリラムで食べてからほんまにハマって、結構頻繁に食べてる。動画
飲食店ゾーンに来たで。ねえ、レストラン、レストラン。ここも日本語の鮭とか書いてる。ジンギスカン。ジンギスカン。ほんまにあるんかな。ねえ、カナムジン。これは？あ、ヤムのお店。おお、すごい。やばい、選ばれへん。なんか好きなやつあったら言ってな。はい。あ、どうしよう。やばい、決められへん。あ、タコあるで、タコ。タコ美味しそうじゃない？タコ食べる？うん。いいよ。どう違うんやろ。どれがいい？この形の。赤いやつ？こっち？うん。あ、何？にみそれの赤さんもあった。あ、もうもう。へぇー。さん。なんかチームでやっていいか？なんかチームにんないか。はい。おぽんかん。ゲットしました。かわいいかわいいタコちゃんです。後で食べよう。うん。今何買ったん？今はタコとサイクロープとトとファムワンパンと買いました。じゃあ次探しに行こうか。うん。今日のお腹は減ってますか？今日はいける、食べれる、いっぱい食べれる。お腹減った。右あそこいい感じちゃう？あ、確かに。これは何屋さん？お客さんいっぱいいるで。なん？クイジャップ言わん。いいやん。いいね。クイジャップ言わん。うん、クイジャップ言わん。じゃあクイジャップ屋にしようか。うん、はい、行こう。はい、クイジャップ来ました。じゃん。めっちゃ美味しそう。うん、結構シンプルな感じじゃない？うんうん、見て、めっちゃでかいな、お肉。あ、麺が出てきた。あ、めっちゃ本場の、本場か分からへんけど、ウボンでさ食べた麺や。あ、美味しそう。やば、めっちゃ美味しい。麺最高や。麺大盛りとかにできるんやったらしたいぐらい。見てこの湯気。うまいね。塩が効いてる。濃いめの味。卵と一緒に食べたらまろやかになってめっちゃ美味しい。このお肉のさ、出汁がいいんかな。めちゃくちゃでかい肉入ってんな。うん、なんかこれが入ってることによってさ、より本場感出るくない？で、豚の血飾るってやつも入ってます。なんか見た感じさ、自分が好きな具材追加できそうやった。うん、やばい、麺ずっと食べちゃう。無用食べよう、無用と一緒に食べてみよう。うん、お腹空いてたからね。てみろ。はい、はい、続きましてこちらのタコ食べていきます。タコってタイ語でなんて言うんやろ？オクトパス。オクトパス食べます。絶対違うやろ。もう突っ込んだよ。今の絶対英語やん。英語でオクトパスって言うの？分からん。そう、そこは自信持って。英語はオクトパスでやってると思う。本当？うん。
これで間違ってたらちょっと額がないのバレちゃう。なんかうん、おいしい。生チームがね、辛いんやけど甘さもしっかりある。タコが2種類入ってんの。そうそうそう、おこっちのタコと。うん、違う食感。タイのね、屋台のね、こういうちっちゃい料理めっちゃ美味しいよね。うん、次ソーセージも食べよう。美味しいわ。君が大好きなサイクロークトート、トート食べていきます。ね、ブリラムで出会ってからずっと食べてるやん。いや、ほんまにな、揚げたてが美味しいんやけどね。食べていきます。この横に出てるさ、雲仙のサクサクしてるやつが最高だよね。最近さ、タイに来て3年が経ってさ、うん、YouTube を始めて1年が経ってさ、うん、タイの生活にさ、うん、やっと本格的に馴染んできた感があるくない。確かに。まゆかが一番さ、うん、あ、私タイに馴染んだなっていうタイミングって何？馴染んだからかもしれへんけど、タイ語で喋りかけてくれる機会が多くなったのと、喋、うん、りかけてくれるタイ語の単語がなんか聞き取れるようになってきた。お、うん、なんやろうな、それが一番大きいかな。2つ目はやっぱタイ料理かな。どんどんいろんな種類のタイ料理が食べれる、そこが大きいかな、ね、タイ料理をさ、最初はさ、うん、定番のカオマンガイとかパッタイとか、うん、まあガパオかな、ぐらいでぐっと回してたけど、うん、最近知ってる料理も増えたし、うん、食べれる量とかも増えたから、毎日食生活がちょっと豊かになった気がする、うん、そうよね、確かに確かに。そうそうそう、一時期はさ、何やろ、日本食が恋しくなってさ、自炊とかしてたけどさ、もう今は一切自炊せずにほとんど毎日タイ料理生活やるね。ちょっと嘘ついたよ。え、嘘？たまにフードパンダで日本食頼んでるやん君。俺が家帰ったら日本食一人で食ってるやん。ココイチとか、たまにね、シャカリキとか、週1ぐらい。もうちょい食べてない。うん。まあでもね、収録はタイ料理や。そうやね、うん。最初の頃に比べたら、うん、タイ料理を食べる日の割合が増えたよね。うん。昼ご飯はそんなにほぼタイ料理。うん。うん、これもね、タイ料理をいろいろ教えてくれてる視聴者さんのおかげ。おかげやわ。うん。あと挑戦できてないのは、タイのお魚料理、あ、まだプラドック何やったっけ、プラドックやん、プラドックやんって、まあ、食べたけど、そうそうそう、ナマズは食べたけど、ライギョとかもあるらしいからさ、食べてみたいよね。やろい。美味しかったね。うん、美味しかった。次行こう。うん、今日お腹の調子いいやん、いっぱい食べれてるやん。いっぱい食べたね。今ね、めっちゃ はじきれそう。後で買いたいって言ってたチェラスは、チェラス食べたいけどな、どうしようかな、食べれる、ギンガン1個買って半分かしよう。ギンガンチェラス屋さんあった、ここここここ。何にする、どれがいいの、どうしようかな、ノッテラ、アーモンド、ピンクベリー、レインボーにしよう。オッケー、ここ青、レインボー、黒、かすごい、お、上がってる、ここか、あったかい、すごい、めっちゃでかいな。うん、かわいいやん、ね、ゲットしました。やば、食べよう、嬉しい。
食べていきます。めっちゃでっかいチロスやな。ねえ、うまい。おいしい。あ、おいしい。チョコがおいしい。おお。タイでチロス食べるの初めてじゃん。おいしい。めっちゃおいしい。よかったよかった。ここのマーケットさ、うん、正直、うん、もっとちっちゃいと思ってたけどめっちゃ広々してて、人もさ、うん、土曜日やのにさ、うんうんうん、意外とそんなにおらんくてめっちゃ歩きやすかった。いい、めっちゃよかった。ほんまに食べるところもしっかり準備してくれててさ、うんうん、今こういう伊豆もあるしね、うん、普段さめっちゃ有名なマーケット行ったらもうぎゅうぎゅう詰めやん、うん、意外とこういうとこに来るのもありかもね、旅行の人も。確かにね。じゃあ食べて帰るか。うん。はい、というわけで私たちのチャンネルではタイの美味しい料理を紹介したり、タイのいろんなところに旅行に行ったりしています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンとお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また動画の感想をコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。